さあ、バラナシに到着ですよ。まもなく。もう着きました。あ、もう着いたの？持ってね。お母さん出した荷物。手伝ってあげなよ。手伝ってあげなよ。これでいいや。来て。You're welcome。なんてあれ？さあ着きましたよ。バラナシです。19時間の旅が終わりました。そうだね、19時間経ったんだ。目つぶって開けたら終わったみたいな。ジーンズ干したらね。はい、Thank you、Thank you、ありがとうね。ありがとう。Thank you。はい。ライトが。降りちゃうのかな？降りちゃうんだね。降りちゃうんだね。そうだよね。混んでるからね、しょうがないよね。すごいよ、なんだか。なんだかすごいね。ねえ。営業が始まりました。駅にもいろんな洗濯物が干してあるね。すごい混雑だね。これは面白いな。これは大変ですよ。乗り降りが大変だね。こっちだったら19時間のんびり乗って行ってやれないよ。言ってらんない。ロミのおかげですよ、これは。ロミのおかげ。ほんと。まずここを登って左っぽいですね。そうですね。港の方向に行きましょう。営業はたくさん来ます。営業はたくさん来ますね。ほら。さあ、登ってきましたが、上もすごいね。左。右でした。わあ、すごい数の力車だ。さすが、続々営業が来るよ。続々と JK さんのパーティーのように人がついてきてます。はい、ということで、さて我々はどこに行きましょうかね。まずは、はい、ホテル、どこのあたりのホテルにしようか。ガンジス川の。ガンジス川の近く、はい、の近くに連れてってもらって、そこで宿を探しましょうか。 OK、 はい、そうしましょう、うん、さあ、2人の履歴者の営業マンがロミを囲んでおります。おお、もうこんな風に料金決まってるんだね。高い。めちゃくちゃ高いよね。ここに連れてくるのさ、これ戦略なんじゃない？歩きましょう。歩きましょう。でも営業はついてきます。200ルピーでガンジス川の麓でまだ送るよって。力車の人すごいね。売り込みがすごいです。はい。300ルピー。じゃあ次300ルピー。高い。行きましょう。How much you pay? 車で200だったらまあリーズナブルです。JK さん、あっち。200だったらありなんじゃないかな。どうそこね。さあ、行きますよ、JK。OK。じゃあ彼が来ればいいよ。まだ OK。 なんだってホテルコミッション狙いなんだ。あ、こっちは100 OK。 じゃあさあ、じゃあ彼にお世話になりましょう。すごい。話はまあなんか外国人フレンドリー、まあ、観光客フレンドリーだと思うんで、どうします、 JQ さん当たってみます、ホテル、うん、OK。 ここは JQ に頑張ってもらおう。あ、これ交渉をね、交渉ってか宿探しね。あ、宿探しね、 OK。 さあ、もう約束なんてもう何の驚きもないですね、今更。どんインドだけじゃなくどこの観光地もそうじゃないですか、うん、あの商売が海にここに観光に来る人たちに対して商売をしている人たちが多いです。はいはい、そうですね。彼らは騙してるつもりもなければ。そうなんですよ、失礼なこと言いました、僕は、うん、彼らは当たり前のことやってるわけですね。はい、仕事をしている、はい、慣れてるこっちからしたらもう面倒くさいってしか思わないんですけど、僕らは、うん、そうですね、面倒くさい。おっしゃる通りです、失礼しました。おお、意外に暑い。暑い、今日暑いね。行きましょう。さあ、どっちだろう、もうこっち行きます。
日差しが強い。あれ遺体を運んでるんですよ。あれはガンジスに運んでいって発送するわけです。JQ がどっか行っちゃいましたね、この人混みの中で。まあどっかで会えるでしょう、わかりませんが。さあ JQ さん、ちゃんと無事に戻ってこれるんでしょうか。さあ JQ さんはそんなに離れてないようですね。 Facebook 上で見る限りはそんなに離れてなさそうです。走列についていってた。ナームナームホットヘイ言ってた。ちゃんと後ろ確認しましょうね。あ、すいませんすいません。これがあってよかった。そうそうそう。ね、あれはでも機体が運んでる。そうだよ。機体が運んでるよ。そんな楽しそうについてきちゃダメだよ。ナームナームホットヘイ。ついてってたわ。あんまり奥まで入らないところでホテルはキープした方がいいんじゃないかってことで泊まっていたわけですね。なるほどなるほど。とりあえずこの辺りでとつってみ、ホテルをとつってみるか。っていうぐらいですかね。そうそうね、ちょうどね、なんかね、左側にこういう洞窟みたいなのが、洞窟になんか緑がパッパッパッパみたいなのがあったから、ちょっと先、あそこはホテルなんじゃないのかな、見に行っていい？ここもね、こっちかホテル、どっちかホテルの、まあもうあんまり動かないで撮れる。まあまあすぐそこにあった気がする、男の人が一人いた。まあここもあるんでね、Google で検索すると。シャワーとかの共同じゃないところでお願いします。シャワーは共同じゃない方がいいですね。この目の前のホテル、カス、そう書いてないんだよね。それがちょっと気になるんだよね、ホテルは。決めましょうか。はい、うん、そうだね。これはホテルかな。トリップアドバイザーのシールは貼ってある。本当だね。まあ、まずは値段を切りましょう、大元で。No. OK. Thank you. Thank you. はい、ドミ、ごめんなさいね。2回目で運んできましたが。ん？ドミが痺れを切らして動き出した。行きましょう。彼についていかないで。うん、彼についていかないでって。OK、うん。まあ、ホテル側から注意されましたね。まあ、コミッション狙いってことですね。さあ、いろんな人が寄ってきます。とりあえず左行ってみろと。さっきのホテルは空いてなかったのでということで行ってみましょう。 JQ さんのアンテナがこっちに来いと。とてもホテルはありそうにないですけども、うん、雰囲気的にホテルはありそうにないけどね。ロミはついてきてくれません。違うと思うよって。今度は別の人からこういう路地に入ってるホテルはあんまり良くないよっていう案内がありました。いろんな人がいろんなこと言いますね。すごいですね、海鮮工事が。さあ JQ さんが見かけたというホテルに使ってみようということになっております。どんなとこでしょうかね。開いてますかね。楽しいですね。さっき JQ が見たっていうホテルはまだ先なの？この辺だったホテルかどうかわからない。だしょ、だからちゃんと探してから行く。ロミが大変だよ、もう疲れてるよ、こんな荷物だって。近くのホテルね、路上で検索する。
しくは一旦別れて各々ホテル探してみると。ほら、ロミが挨拶化し始めてるよ、JQ。 充電がないと、ね、連絡取れない可能性も出てくるんで、どうしましょう。ホテルね、近くのホテル。彼にはついていかない。あのレストランに突入してみようと。Thank you。さあ、ここですね。だから値段は、ね、値段聞いたからじゃ意味ないよ。まあ任せましょう。ごめんね、ロビー。もう任せましょう、彼に。全くないけど、もうね、ジョッキーさんのせいなんで。そうですね。ロミがとりあえずもう喉も渇いてし、ね、中傷になっちゃうから、ご飯も食べてないし、ご飯でも食べようってことでレストランあったね、レストラン行ってみようと言ったら、いきなりあの Do you have any rooms からスタート。さすがの JQ さんです。あるよ。結果、でも結果、まあ、この部屋、まあ、ロミを見ても悪くないじゃないかと。エアコンも効いて、うん、部屋は問題ない、全く。JQ さん、はい、今ツイッター見てたらですね、しげたなほちゃん、ムンバイだったが JQ さんのツイッターに反応して、ああ、まあ、我々あのバラなしの後の選択肢を今聞いているんですね、はい、ツイッター上 で、ね、でそこの地図にですね、あの、まあ、まあこんな風になるんですけども、あの、まあ、その後の予定として10月3日から5日、はい、笹井秀礼さん大会主催投げプールというふうに、まあ、一応書いてあるんですけども、それに対してですね、しげたなほちゃんがラグプール大回収祭行こうからてんてんてんと言い出し始めてまして、ね、なほちゃんの中の何かが揺れ始めましたよ。ここへ来て。なんだよこれ。なほちゃんも出家か。出家カムカムじゃないんだよ。出家カム、え。いやこれ来たらね、もうまあ やるんじゃないのかな、うん、そうね、楽しみですね。いやー楽しみ。はい、おはようございます。おはようございます。11日目。12日目だね。はい、今朝の6時42分。そうですね、今日はですね、多分午前中にオリッサの方に。オリッサではないですね。オリッサは結構遠いね。違う、サルナートですね。あ、サルナートだ。オリッサ行ったらびっくりしますね。ここからまたものすごい南ある。バーンと飛ぶね。今日はですね、午前中にサルナートの方に車で30分ぐらい、10キロぐらいですかね。うん。どんな場所かご存知ですか？ブッダが説法ほう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 をしたほうらしい場所。すごいじゃないですか、JQ さん。すごいやろ。勉強してます。薄い知識感がありますね。そこからですよ。初めの一歩、そんなもんだから。ね、ところで、JQ さん。はい。僕、ようやく下痢が来ましたよ。俺も。来てる？ちょっとだけね。あれ、同じタイミングだね。だってね、体調は大丈夫なんだけども、夜中。俺も体調は全然大丈夫。夜中10回ぐらい行ってんのよ、俺。え？嘘？だからちょっと水分取らんといかんなと思って、まあ、水分飲んで、まあ、多分様子見なんだけども。うんうん。まあまあ、もう原因追求してもしょうがない。しょうがない、しょうがない。なのでまあ下痢もコンテンツの一部としてですね。そうそう、よかったなぐらいでしょ。だってずっとちょっともう便秘気味くらいだったの。そうそうそう、うん、だから俺もすごいラッキーなのは、本当便秘が全部ね一気にね宿題を終えたみたいな感じ。はいはい、わかるわかる。水も俺グビグビ飲んで一本なくなったけど、そう、まあ、うん、いい感じです。そうですよね、うん、そうなんですよ。僕もあまりにも下痢が出て水分取らなきゃと思って、うん、ペットボトル上にしたらほぼ空っぽで。JQ さんだったわけですね。はい、これも一緒。たくさん水飲みましょう。うん、熱中症、ね、その、はい、脱水が怖いですね。ようやくって感じ。そんな感じの、はい、はい、12日目です。今日も楽しみにしております。はい、何が起こるやら。やら。はい、また長所トラブルが発生したようです。はい、ちょっとロビーの部屋に行ってみようと思います。はい。
トミー決まってる。サービスは寝てるかもしれないね。寝てるかもしれないか、うん、ちょっと待って。おはよう。これ電気落ち着けます。入って大丈夫。おはよう。おはよう。真っ黒。マックモック死んじゃった？死んじゃった。あ、ついた。え、画面が消えてるの？画面がつかないんですよ。キーボードはね、反応してるのに、うん。再起動もしてみた。うん、何回か。なるほど。ないと仕事ができない。そうだな。うん。バラなしで咲かすのもいいんですけど、まあ、とりあえずなんか、うんうん、一旦離脱してホテル、まあ、ホテル見つけて。うん、あ、そうだね。うん、うちらはじゃあ別行動でもうロミここから離脱して探してもらって、この後のナホちゃん家の近くのホテルで落ち合うっていう感じでいいか ね, うね、うん、まあもしねでワールドシに残れるようだったらだけど、うん、でダメだったらもちろんデリーに戻って後で考えよう、うんうんうん、はい、そうさせてもらいますはい、わかりました。かわいそうやロミ。うん、寂しい。寂しいね。ものすごいね、ロミさんに対するファンの感じが入ってますよ。早めにでもね、そうだね、合流して、はい、わかりました。もしかしたらこのままもう、あの、もう二度とお前らとは加わらないぞってことで戻ってきてくれるか。俺ら離脱したいためにパソコンをパソコンが19時間耐えれなかったんだいや昨日は結構限界でしたけどね。そうだね、そうだ ね, そうだね、うん、我々もね、でもね、下痢、二人とも下痢になってない？なりました。なってる。やっぱり俺は多分熱があるかもしれない。うん、僕昨日、うん、あの頭痛がずっと、あ、同じく、あ、マジか、うん、僕薬ホテルにもらって、うん、それで収まりましたよ、頭痛が。いや、今日サラダスキップする？明日にする？でも俺はいいよ、うん、そうだね。いや、体調回復に努めた方が安全かなと思ってた。オッケー。確かに21、明日も別に行けますもんね。うん、行ける、全然行ける。じゃあ今日、直さんのホテルに行けるか。あ、そうだね、はい、オッケーオッケー、そうしよう。JQ1 個は初めて体力的なピンチに陥っております。ね、今 HP がどんどん減って、あと、あの、ね、一番重要な武器がね壊れるという、ロミの武器が壊れるという。ちょっと5時20分の飛行機がある。あ、本当、うん、じゃあまあ全然いけるね。ただ僕はナホさんになんか組み込まれてないかなっていうのが心配で、僕がいないことで困らないかなっていう。まあ JQ は、ね、なんとかなる。それはもちろん日本人もそこにいるだろうし問題ない。うん、一応バラなしで、あの、探します、とりあえず。はい、弱ってるロミ、かわいそうみのね、これも友達からもロミ会ったことない人からずっとロミさん最高です、ロミさんはね、あの底辺の経験をしたことがないはずに違いないと言って、我々をディスるコメントが来ておりました。口はうちで成り上がりですよいや、面白くなってきました今日は一日、そう、体力と MP を回復させましょう、はい、で編集をつかせましょう。そうですね、はい、そんな一日になりそうです、はい、ありがとうございます。言葉響いてる、面白かった。